5時半に起きますなので今日は最近はちょっとちゃんと早寝ができてるので、まあ、今日は12時半を目指して寝たいと思います。最近はね12時半に寝てるんですよ、ちゃんと。そう、メロンパンありがとうございます。そうなんだから、あのあれ何何だからあれですね、あの寝れるっていう、いや偉いよね、わかる。そう、最近はね、あの本当に生活あのリズムがねいい感じで。焼きそばパンありがとうございます。そうそうそう、ちなみにね、今日も朝5時に起きたんだけど、いや非常に眠かったですねそう、まあとりあえずね、さっき帰ってきたばっかりなので、配信終わったらねご飯食べて風呂に入って寝たいと思います。そう、今日ねやらなきゃいけないことは特にないので、そうそうそう、ご飯もまだなんだけど、まあでもちょっとお腹空いてる。そう、今ねお菓子食べたいんだよねなんかご飯ってよりお菓子を食べたいっていう感じ。そう、明日、うんだね。ミルクありがとうございます。わ、じゃがりこ食べたい。そう、さっきメールでねじゃがりこの写真送ったんだよ。そう、でも今サラダ食べたいな。甘いのも食べたい。なんかね今はなんだろう、でもグミとかがいいかな。猫のパありがとうございます。じゃがりこはね、まあでもそうですね、サラダだね。サラダかあれば明太、明太なんかたらこ、たらこです。そう、ミルクとフルーツサンドありがとうございます。メロンパンもありがとうございます。そう、そんな感じそんな感じ今の気持ち報告と、今日何があったかな、なんか、あ、今日はめっちゃメイクを早く終わらせたっていうこと。そう、マジメイク早く終わったよ。猫のパンとメロンパンありがとうございます。フルーツサンドもありがとうございます。あ、そう、今日は免許証の写真をね載せた。あれはちゃんと加工して載せたんですよ。だって本当にねやばいからマジね、朝早く起きたって言ったじゃないですか。で今日朝早く起きて、それからあの免許証の加工してそう、そうなの。フルーツサンドありがとうございます。ななみちゃんひどくないよ、あれはネタですよ。そう、普通に私の目の前でツイートしてた。朝から加工で当たり前じゃないですか加工だからちょっと枠歪んでるそうだよ。そうそう、実際のねやつはもう加工もできませんから。でもね今の時代ねあれらしいですよ、なんか自分で、まあ多分最初は無理なんだけど、その次更新する時からその加工できるらしいよ。ミルクありがとうございます。最近はそういう時代になったらしい。で後ろの色も一色だけだったらなんか変えられるらしいよ。そう、青じゃん普通、でもなんかピンクとかにできるらしい。すごくない今の時代、びっくり。メ
メロンパンありがとうございます。あ、そう、今日の朝メロンパン食べたそう、でもあんま食欲なくて、あの3個残したけど、なんか4個入りのやつ1個食べて3個残した。え、そう、マジらしい。これはね、あのちゃんと社学のね人に聞いたからね、ガチだと思います。そう、免許の更新してきました。かっこいい。私も早く3年後に免許の更新してきましたとか言いたいんだけど、次は私青色だから。そう、あ、そうそうそう、写真を自分で持っていくやつ、そう、それです。そうそうそう、ミルクありがとうございます。それで加工いいんだってそう、そうですね。そんな、なんかさすがにあのもう変わっちゃうぐらいの加工、あれかもしれない、罰ってされるかもしれないけど。メロンパンありがとうございます。いや、ゴールド免許を目指しますよ私は。そう、写真可愛くないんだよ。なんかね、あのカメラをにらみつけている顔なんだよねいや別に睨んだ記憶はないんですけど、なんか普通に、てか なんだろう、その日普通になんか受からないと思って行ったの。なんていうの、いやー、もうなんかこの試験受けた時にあんま手応え感じなくて、でなんか何落ちたかもって思ってたので、でもなんか自分の番号を見つけて、え、あると思って、でなんかどんどんその合格、え、自分合格したんだって思ってる間にあの物事が進んでいってでいつの間にか写真撮るってなって、やばい、リップぐらい塗らないとって思って、リップちょっとチュンチュンって塗って、で写真、はい、行きますね、カシャッあーすごい、いっぱいメロンパン、ミルクとメロンパンありがとうございます。めっちゃいっぱい、そうそうそう、めっちゃ流れ作業だった。本面試験簡単ではないよ、だって私ちゃんと勉強したもん。そう、いや、もう最初番号ないと思ったの、なんか私の後の番号の方を先に見ちゃって、でも番号ないじゃんと思って、でもよく見たら番号あって、マジかって思って写真撮ったミルクありがとうございます。そう、いや普通にめっちゃ嬉しかった。そうそうなの、そうなの、ではね、その日ね占い1位だったの、だからそう、私が見た占い1位だったからよかったって思ったそう、占いって当たるんだって、私はあの信じるんですよ占いを。そうだから信じてよかったって思った。そう、いや、なんか試験の後とかって大体私いつもそのなんか分かんなかった問題とかを調べるんですよ、テスト終わった後にね、あれどうだったかなって回答。でもいつもその調べた時に、あ、間違ってたじゃんあの問題ってだって、いつも自信をなくすんですよ。だけど今回はちゃんとその占いのね、なんかところになんか自分を信じようみたいな、自信を持とうって書いてあったから、いや今日はそういうことしないでちゃんと自分のこと信じようと思って、あれは合ってる合ってるって思ってやったの。そしたらね、よかったよかった。そうで、運転ももうね慣れてきて、あの慣れてきてというか、まだあの不安はいっぱいなんですけど、ずっとドキドキしてるよ運転でもね。あ、ミルクありがとうございます。もうね駐車できるようになったの。なんか教習所でね駐車の授業やんないんですよ、そう車庫入れとかのね授業を。
やんないんですけど、そう自分の家にさバッグで入れるじゃないですか。で最初の方はね、もうめっちゃ隣の車と超距離近くなっちゃったりとかしたんだけど、もう最近めっちゃね、うわイケてんじゃないと思って降りて確認するとマジでイケてるんですよそう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 、マジでいい感じ。そうメランパありがとうございます。そう一人で運転したことある。そうそう、なんかあそんななんか長距離運転したことないんだけど、まだそう高速も乗ったことないから、だから高速はちょっと今度の休みにパパとあの高速乗るんだけど、そう高速ね怖いんだよね。そう不安。メロンパンはいっぱいありがとうございます。えまだ一回もねぶつけたことないけど、でも絶対に一回はぶつけると思うわそう本当なんかさ余裕っていう気持ちで運転しちゃいけないと思うんですよ。そう私なんかさ受かった後に映像見せられるんですけど、その映像を見た時に、まあ、本当に気をつけようって思って、なんかその事故の映像とかをすごいその流れてて、で見たの見てたの私真剣に、本当に怖くて、なんかその自分がさ自分がそのなんで人をさ事故に巻き込んでも嫌だし、自分が巻き込まれても嫌じゃないですか。そうだから本当に本当に気をつけようと思って、そうマジであの気をつけます。そう怖いもん、もうでも何があるか分かんないから、本当自分が気をつけてても事故に遭うことはあるかもしれないけど、本当ね気をつけようね、みんな気をつけよう一緒に本当に怖いんだけど、そうそうなの、気をつけよう本当に気をつけようね。そうだから私はちゃんと安全運転で、あの無事故無違反であのゴールド免許を目指すので、はい、そう怖いよね、さすがに本当に、いや怖い怖いって、うん、そう今まではさあれだったけど、もう今度は自分が運転する身だから改めて気をつけようって思いますね。ね、そうそうそう、いやほんと気をつけようね。そうそうそう、運転は楽しいです、運転はね好きだから、運転そう好きって、まあ全然あれなんだけど、でも運転楽しいよ、好きです。でも別にあのなんかなんていうのワイスピみたいにビンビン走ろうとは思いませんけどさすがにさすがにね。そうミルクありがとうございます。うんやだよ、あの山とかやだ、登りたくないから車で山行きたくないで、山は登りません、スカイラインそうそう、そうスピードを出すの私は怖いから、まだまあ60が出せるようになってきたけど、そうタンポポありがとうございます。雨の日の運転もあのね、私があの社学行くとき毎回雨だったんだよねなんかだから山道の運転の時も教習の時も雨だったりとかして結構運悪かったんだけど、でも逆に運が良かったのかもしれない。ハートありがとうございます。そう助手席乗って逆にねいいよ、そうそうそう、いやそうなんだよね、高速に乗ると80キロ未満以下はダメだから
間違えた、いいかね、ダメだから。80キロも自分が出せるのかなという、怖いですね。ウインカーとワイパー間違えたことないですね。でもまだ行きたての時にあのワイパーを下にさやるじゃん、上にやったらさ1回しかなんないじゃないですか。ずっと間違えてた、ずっと上にやってた。そう、でも今は覚えましたね。ミルクありがとうございます。そうそうそう、まあ、高速はあんまり乗る機会ないけど、でもまあパパとねあの乗ってきますね。はい、メロンパンありがとうございます。そうそう、一回のみのやつ毎回、あ、そっちね違うよって言われてたそう、教習の時に。猫のパンありがとうございます。そうなんですよ。でもなんか逆にずっといなんか行ってたから、通いすぎてたから通いすぎてたってことはない、なんていうの、期間長かったから、覚える期間も長かったということで、そう頭の中ではねだいぶ覚えられたと思う。まだなんていうの、長い距離を走ったことがないので全然あれなんだけど、そうまあね、長い距離走るときはまだ隣にママかパパかお姉ちゃんがいないと怖いので、そう短い距離だったらもう一人で あれなんですけど、そうそうそう。焼きそばパンありがとうございます。そうなの、ミルクありがとうございます。そう撮った日はね秘密メロンパンありがとうございます。そうそうそう、やっぱねまだカーブっていうのかな、走ってる時のさこう緩いカーブとかちょっとね嫌なんだよね、なんか怖くない怖いんだよね。フルーツサンドありがとうございます。いや長岡から出たことない、まだ一回も車で、いや本当にもうちょっと買い物くらいのあの距離。そう、いやそうそうそう言われたの、なんかもうどんどんこうさ人がさ入れ替えじゃないですか、教習所って。であの私がねまだ入った時はなんか紙でやってたんだけど、でも私が入ってからちょっと経ったらなんかタブレットに変わったらしいんですよ。でもう私とあと他数人しか紙の人が残ってないってあのずっと言われてたのだから子さん教習所の子さん、メロンパンありがとうございます。そうなの、その進化しちゃって、そういや東京なんてね行けない、車線多いでしょ、やだあそうでもバイパスだけは、え待ってズボンのチェック開いてた今気づいた、でもこれで外には多分出てないと思うからねでもチェック開いてた、おもろい、待っておもろいじゃないよね、やばすいませんおもろいな、ごめんなさいね普通にズボンのチャック開いてたやば、やってしまったわやばいやばい、てかなんならさ新潟市の方にもさ行くの怖いもん。そうでも今度あの休みがあったら下道とかで行ってみようかななんて思ったりとかそれな言わなくていいね、本当にそれなマジで言わなくていいよね
いらない情報。メロンパンありがとうございます。わかる、言わないでさ、静かにキュッて閉めた気はさ、よかったな、本当に。そう、でもね、あの今度からそのずっとね、お姉ちゃんとママにね、特にね、送り迎えいっぱいしてもらってたので、まあ今度はね、私がもうちょっとちゃんとあの運転できるようになって、慣れてからね。そう、お休みの時にね、みんなでどっか行くとかで運転できたらいいな、なんて。猫のパンとミルクありがとうございます。メロンパン、猫のパンありがとうございます。いや、私都会は絶対車で行かないよ。行かないよって分かんない。もうあの何年後かとかに、もうなんていうの、もう5年とか3年、そこら辺ぐらいだったら行けるかもしれないけど、無理だよ、無理無理。そうそう、無理無理。そう、なんか私は東京は全然新幹線で行くんで。乗りたかった車、今のところはちょっとあんまり買う予定はない。買う予定はまあ誕生日とかに買えればいいかな、なんて。そう思ってるので。ミルクありがとうございます。え、そう、全然新幹線がいいでしょ。だって疲れるでしょ、普通に。普通にね。そう、車欲しい、車ね、なんかいっぱい見てるんですよ。そう、買ってもらうわけないじゃないですか。自分で買えますよ、さすがに。いや、もうね、年齢も年齢なんでね、さすがにいつまでも親に頼ってるわけにはいかないんですよ。そう、車買ってあげようか。あ、買ってください。買ってください。フルーツサンドとメロンパンありがとうございます。前と欲しい車変わってないけど増えた。なんかね、迷ってるんだよね。そう、なんかさ、 K ってさ、めっちゃさ、あれ何、あのアクセルさ、軽すぎじゃない？だからなんか感覚わかんなくなっちゃって怖いんだよね。そう、教習車は普通車だったんですけど、だからなんていうの、そのアクセル踏んだ時のその重みでなんか感覚がなんとなく分かってくるんだけど、まあ、とりあえず家の車で K になれたいと思います。そう、さすがにね、新車はまだ買えませんよ。そう、だからまあ最初はね、なんかあんまり、あ、メロンパンありがとうございます。ローンはね、組まない。ローンは組まない。そうそうそう、え、わかる、この気持ち。K は軽すぎて、わ、分かってくれてる、嬉しい。あ、猫のパンいっぱいありがとうございます。あ、ま、めっちゃいっぱい。ありがとう。バラもありがとうございます。あ、あ、サンドイッチもありがとうございます。富永家今3台ありますね。パパ、ママ、お姉ちゃんで3台。そう、でもね、ほんと止める場所がないんだよね。そう、そうなの、止める場所がない。あ、てか、あれ欲しい、オプションつけたいんだよね。オプションつけたいんだよねとか言って、あれ、バッグさ、見れるようにしてほしい。そう、
なんか、ま、あのね、そう、なんかね、今前まで見れてたのにね、壊れて見れなくなったのママの車だから、そうつけたいつけたい。え、すごい分かってくれて嬉しい。そうなの、そうそう、モニター、モニター、あ、ついてる、ついてるよね多分。なんか今の車ってすごいね。だってさ、なんか設定、その何キロって設定をしたらさ、アクセル踏まなくてもさ、ずっとそのそれで動いてるんだよ。そうだし、線出たらピピ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 とかなってそうそうそう、そうだから私は今モニターなしで駐車をできてる、できるようになってすごいなって思いました。そう、ナビはね、いらない。ナビはあの携帯があるから、そう、携帯を横につけるやつ置いてナビやる。喋ってくれるし、携帯も。そうそうそう、オプションはいろいろつけたい。そう、便利になるものだったらつけたいですよ。そう、こいたみでドライブするのそう、でも遊ぼうって今日ね、あの電話と LINE したんだけど、そう、あのね、遊ぶ日もね、ちょっとなんとなく決めてて、そう、遊びたいの会いたいんですよ。そうそうそう、サイリウムありがとうございます。まあでもね、いろいろ考えて、あのあれやりたいと思います。そう、さあ、めっちゃ元気だよそう、メロンパンありがとうございます。サラの TikTok 見るの忘れてたそういえばそう、サラはね、あのあれだね、そう、元気そうです、はい、ということでさあ、そう、お時間なんでね、終わりたいと思います。ランキング読みます。13位、りょうさん、ありがとうございます。12位、たつや、アットマーク、ゆうちゃんに、キュン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 マートさん、ありがとうございます。11位、新潟県のデルさん、ありがとうございます。10位、新潟久しぶりのてるてる坊主さん、ありがとうございます。9位、マスター、アットマーク、チームエクボさん、ありがとうございます。8位、トットさん、ありがとうございます。7位、アベベチームエクボ、沼に沈んで溺れてる人さん、ありがとうございます。6位、突破球さん、ありがとうございます。5位、ミーアットマーク0031、また西形県安藤チームエクボさん、ありがとうございます。4位、マコイモさん、ありがとうございます。3位、マササトアットマークチームエクボ天才ですさん、ありがとうございます。2位、シジュウカラさん、ありがとうございます。1位、公演頑張ってねさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。はい、それでは明日のね、公演に向けて頑張りたいと思います。ありがとう。今日のパンもいっぱい投げてくれてありがとう。なんかもうちょっとでね、なんか達成しそうみたいなんです。ありがとう。みんなのおかげです。あ、猫のパンありがとう。スクショしますね。はい、チーズ。あ、ちょうど猫いたから、猫。はい、チーズ。あ、実は公園なので、ちっちゃいもんね。はい、チーズ。あ、ちょうど猫が。
チーズ。運転ポーズ。ぷぷ。運転ポーズって何？六つ。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。ということで、また明日、明日はあの公演の合間にね、やるので、まあちょっとしかできないんだけど。じゃあまた明日お会いしましょう。バイバーイ。おやとみー、ありがとう。バイバーイ。